うずらや飛行場は、兵庫県加西市うずらの町に、かつて存在していた飛行場である。かつては防衛省が管理していたが、2016年6月に、加西市に払い下げられた。うずらや飛行場の滑走路後第二次世界大戦中、川西航空機姫路製作所組立工場の専用飛行場として建設されたが、姫路海軍航空隊や筑波海軍航空隊、 文献隊が駐留し、訓練基地及び特別攻撃隊の出撃拠点となった。当時、川西姫路製作所では、市電、市電改めが製造されており、それぞれ486機、44機が組み立てられた。当時、この飛行場で、主に運用されていた機体は93式、中間練習機、97式艦上攻撃機などで、ある。 当時の主な概要は以下の通りである。他に自家発電施設や地下暗号通信室などの設備もあり、弾薬庫なども含め厚いコンクリートで固められた地下施設とされていた。海軍飛行場であり、軍需工場である川西航空機姫路製作所組立工場も近傍にあったため数度の米軍の攻撃を受けた。2005年に 当時の不発弾が見つかったこともある。1945年3月31日には、試験飛行中にエンジントラブルを起こした、市電改めが、国鉄北上線の阿弥木駅と北ッケ口駅の中間の線路沿いに不時着し寄り輪でレールを引っ掛けて、路線を破損、直後に通りかかった列車が脱線死者11人、負傷者104人を出す事故が発生した。なお、 助かった乗客によると、トラックで駆けつけた兵隊が、真っ先に稲の藁で墜落した、自然改めを覆い隠そうとするのを目撃したという。当時、自然改めの関与は、軍の機密として公表されなかった。1944年10月のフィリピンレーテ沖海戦から始まった特攻は、日本軍の航空機と搭乗員が減少し、 練習航空隊も特攻隊に組み入れられることとなり、1945年年2月8日、休日であったうずらや飛行場でも訓練中の姫路、海軍航空隊パイロットらが集められ、特攻隊編成が告げられた。操縦技術の優れたものから選抜され、神風特別攻撃隊、白鷺隊として出撃した63人が命を落とした。終戦とともに閉鎖。 引上げ者などを募集し、入植地となった。しかし現在も滑走路跡地はほぼそのまま減損し、工述の払い下げが行われるまでは、陸上自衛隊の訓練施設となっていた。かつては、ヘリコプターなどの航空ショーなども行われたことがある。ただし滑走路は、全体のに5位の位置に道路が走ることにより分断され、周辺には、工場、送電線、民家などがあり、 現状では、固定翼機の離着陸は困難である。2008年公開の映画、ホタルの墓のロケに滑走路跡が使用された。滑走路以外の延滞号、エプロン、戦闘式書、防空号などの遺構も、近隣の山林内、民家敷地内、神戸大学農学部の校内などに一部、現存している。また格納庫の一棟が、姫路市の里に移築され、 建設会社の資材倉庫となり減損している。平成になってから関係者により慰霊施設が滑走路脇に建設された。2014年に防衛省から財務省を通じて火災市へ払い下げられる方針が決まり、2016年6月に払い下げ手続きが完了した。火災市では敷地を3つに分け、飛行場の実績を伝える歴史産群ゾーン。 災害用の備蓄倉庫などを設置する防災ゾーン、ジョギングコースやイベントスペースを設けるレクリエーションゾーンとして2019年度までの5年間で整備する予定。戦闘機用の整備台は戦後の1947年4月から火災私立加小学校の朝礼台として使われて、きたが飛行場跡地のうずらや平和記念の石踏みそばに移された。 2014年末に滑走路北端に地元有志の手で、うずらや飛行場資料館が開館され資料パネル、海軍主力機模型、自電改めの部品等が展示されている。入場無料。不定期開館。2019年6月に自電改めの実物大模型が敷地内の防災備蓄倉庫で公開された。各種グッズの販売も行われている。 2022年春を目途に地域活性化拠点施設、うずらやミュージアムの整備が行われる予定である。この施設に展示するため、市電改めに続き、97式環状攻撃機の実物大模型を、火災市が制作する予定で、制作委託費は約2000万円。2020年、火災市は関連議案を開会中の火災市議会に提出した。 完成すれば、完全な形で機体が残っていない、市電改めと97式環状攻撃機を、実物大模型で見ることができる、日本国内唯一の施設となる、北条鉄道北家口駅。ありがとうございます。